皆さん、はじめまして。ジャパン・ルネッサンスにようこそ。本チャンネルは、日本文化最高を目的とした放送番組です。皆さん、こんにちは。ジャパン・ルネッサンスの安江進と申します。本シリーズは、文学者三島由紀夫著、博麗入門の朗読です。三島由紀夫の思想の世界をご堪能ください。 現代に生きるクレ戦後20年の間に日本のお世相はあたかも「ははくれ」が予見したかのような形に移り変わっていた日本にはもはや武士はなく戦争もなく経済は復興し太平ムードはみなぎり青年たちは退屈していた「ハーくれ」は前にも言ったようにあくまでも逆説的な本である「ハークレが黒と言っている時は必ずその後ろに白があるのだ。 ハークが花が赤いという時には、花が白いという、そういう世論があるのだ。あーれがこうしてはならないという時には、あえてそうしている世相があるのだ。それやこれやを考えると、現代にはハーれというあの厳しい本の背後に広がっていたその本の内容とは反対の世相。いかなる時代にも日本人が太平の世に対して示す反応と同じ反応が広がっていた。それを一つ一つ列挙してみるならば、必きな例ではこんな一例がある。 男性ファッションが女性ファッションを凌駕するがごとく盛大になったのは決して今が初めてではないカルダン・ルックにうつつを抜かす青年たちの姿は日本の歴史に初めて始まったことではない元禄時代の「カビな風潮」は衣装のみならず持ち歩く刀のデザイン素早や小塚の衣装にまで凝りに凝った「カビな流行」が人々の心を魅惑していた。石川諸信の風俗 絵巻の華やかな風俗を見るだけでも町人文化の神に影響されたその時代の写真が想像されよう現在例えばジャズ喫茶へ行ってティーネイジャーや20代前後の青年たちと話していると話はともするといかにかっこよく見せるかということに終始している私自身の経験だがあるモダンジャズの店へ入って座ると同時に隣の青年に話しかけられ「あなたの靴はオーダーか?」 どこでオーダーしたかあなたのカフリンクスはどこで買ったか洋服寿はどこか仕立て屋はどこかとやつぎ早に質問を浴びせられたそばにいたまた別の青年が「おい小じきみたいな聞き方をするなよ聞かないで黙ってアイデアを盗めばいいじゃないか」と言うと最初の青年は「だってやっぱりいろいろ質問して学ぶのは本当じゃないか」というのであった彼らにとって学ぶとはいかにかっこよく見せるかということ 男性ファッションの奥義に達することであったこれと同じ例は葉隠れの次のような一節に明らかである「また30年以来風紀相変わり若侍どもの出会いの話に金銀の噂損得の考え内緒事の話衣装の吟味色欲の雑談ばかりにてこのことのなければ石座島のように相聞こえ候是非なき風俗に 成行候また現代は男性の女性化が式に言われていて一概にアメリカ的民主主義やレディー・ファーストの影響のように論じられているがこれも今に始まったことではない戦国の荒々しい男性的寄付を逃れて東川幕府の政権が安定した後ではたちまち日本の男性の女性化が始まっていた18世紀の鈴木春信の浮世絵を見ればわかるが縁先に 梅の花を眺めながら寄り添って座ってて座いる男女は、髪型といい衣装といい衣装の模様といい顔つきといいどこから見てもどちらが男でどちらが女か見分けがつかない「葉隠レが書かれた時代にはすでにこの風潮は始まっていた次のような「女脈」という痛烈な言葉を用いた一節を読むがよい。 ある人の話に「清安先生申し騒楼は異動に男女の恩用にあて領地の差別にあることに騒楼」「脈も変わり申し騒楼」「しかるに五十年以来男の脈が女の脈と同じものになり申し騒楼」「ここに気がつきて騒楼」候候とより「眼病の領地」「男の目も女の領地につかまつりてそうと覚え申し騒楼「男に男の領地をして申し騒に「 その印これなく候「さては世が末になり男の気衰え女同然になり騒楼こと」と存じ騒楼これは確かに死覚えしもし騒ことゆえ姫ごとに死おき騒楼ともし騒楼ゆえこれについて今自分の男を見るにいかにも女脈にてあるべしと思われるが多く騒楼あれは男なりと見うるは生まれなり。 また、現代の税制が半ば強制したところの社用族の発生についても当時は自分の金と殿様の金との見分けがつかない社用族的な武士がすでに目についていた会社ならぬ一つの藩の中でも若侍たちはその共同体の理想に提身する目的を忘れてすでに自己一身の保全をしか願わなくなっていた青年の瞳からも理想の影は薄れ現実のさまつなものにとらわれながら 自己一心の利害しか願わない「すりの目かい」の目つきをした若者たちが多くなっていた「今時の方向人を見るに意向低い目の付けどころなりすりの目かいのようなり大方身のための欲得か利発だ,だてかまたは少し魂の落ち着きたるようなれば身構えをするばかりなり」 我が身の主君に立て祭り速やかに死に至って幽霊となりて二六時中主君の御事を嘆きことを整えて信条申し御国家を傾るというところに目をつけねば奉公人とは言われぬなりまた葉クレが口を極めて芸能に秀でた人間を罵る裏には時代が芸能に秀でた人間を最大のスタートする 新しいい風潮に染まりつつあることを語っていた。現代では野球選手やテレビのスターが英雄視されているそして人を魅する専門的技術の持ち主が総合的な人格を出して一つの技術の傀儡となるところに時代の理想像が描かれている。この点では芸能人も技術者も変わりはない現代はテクノクラシーの時代であると同時に芸能人の時代である。 一芸に引いてた者はその一芸によって社会の喝采を浴びる同時にいかに派手にいかに巨大に見えようとも人間の全体像を忘れて一つの歯車一つのファンクションに自らを陥れまた自らを陥れることに人々が自分の生活の目標を捧げているそれと照らし合わせると葉隠れの芸能人に対する侮蔑は胸がつくようである「芸は身を助くるというは他方の侍の異なり」 後藤家の侍は、芸は芸身を滅ぼすなり、何にいても一芸これある者は芸者なり侍にあらず生きても死しても残らぬことならば生きたがましという思想はもちろん握への時代にもあった人間の性の本能は生きるか死ぬかという場合に性に執着することは当然であるただ人間が美しき生き美しき死のうとする時には 性に執着することが、いつもその美をを裏切るとということを確保しなななければならない。美しく死に美しく生きるということは困難であると同時に徹底的に醜く生き醜く死ぬことも困難なのが人間というものである現代の折衷的な風潮は美しく生き美しく死のうとしては実は醜く死ぬ道を選び醜く生き醜く死のうとしては実は美しく生きる道を模索しているという ところろにああるのであろうアークレはこの生死の問題について実に爽快な決断を下している「武士道というは死ぬことと見つけたり」という母レの最も有名な一句はこれであって「二つ二つの場にて早く死ぬ方に片付くばかりなり別に死罪なし胸すばって進むなり」と言っている。恋愛にについてもハは橋川文蔵のように 日本の古典文学の中で唯一の理論的な恋愛論を展開した本といえるであろう。はくれの恋愛は「忍ぶ恋」という一語につき打ち明けた恋はすでに恋の丈が低くもし本当の恋であるならば一種を打ち明けない恋が最も丈の高い恋であることを断言している。アメリカ風な恋愛技術では恋は打ち明け要求し獲得するものである。恋愛の エネルギーは決してに貯められることとがなく、外へ外へへ向かって発散する。しかし恋のボルテージは発散した途端に減殺されるという逆説的な構造を持っている現代の若い人たちは恋愛の機会も性愛の機会もかつての時代とは比べ物にならぬほど豊富に恵まれているしかし同時に現代の若い人たちの心の中に潜むものは恋愛というものの死である。 もし心の中に生まれた恋愛が一直線に進み獲得されその瞬間に死ぬという経過を何度も繰り返していると現代独特の恋愛不干渉と情熱の死が起こることは目に見えている若い人たちが一番恋愛の問題について矛盾に苦しんでいるのはこの点であると言っていいかつて戦前の青年たちは器用に恋愛と肉欲を分けて暮らしていた大学に入ると先輩が女郎屋へ連れて行って 肉欲の満足を教え、一方では自分の愛する女性には手さえ触れることをはばかった。そのような形で、近代日本の恋愛は一方では売人行為の犠牲の上に成り立ちながら、一方では古いピューリタニカルな恋愛伝統を保持していたのである。しかし一旦恋愛の見地に立つと、男性にとっては別の場所に肉欲の満足の犠牲の対象がなければならない。 それなしには真の恋愛は作り出せないというのが男の悲劇的な生理構造である。はぁくれが考えている恋愛はそのような半ば近代化された使い分けのきく容量のいい融通の利く恋愛の保全策ではなかったそこにはいつも死が裏付けとなっていた恋のためにはしなければならず死が恋の緊張と純粋度を高めるという考えがハークれの説いている理想的な恋愛である。 以上述べたところで分かるように我クレはそういう太平の世相に対して死という劇薬の調合を試みたものであったこの薬はかつて戦国時代には日常茶飯のうちに乱用されていたものであるが太平の時代になるとそれは劇薬として恐れられ暴かれられていた山本城長の着目はその劇薬の中に人間の精神を病から癒すところの 有効な薬効を見出したことである恐るべき人生地にあふれたこの著書は人間が性だけによって生きるものではないことを知っていた彼は人間にとって自由というものがいかに虐殺的なものであるかを知っていたそして人間が自由を与えられると途端に自由に飽き性を与えられると途端に性に耐え難くなることも知っていた現代は生き延びることに全ての前提がかかっている時代である。 平均寿命は市場買ってないほどに伸び我々の前には単調な人生のプランが描かれている青年がいわゆるマイホーム主義によって自分の小さな巣を見つけることに努力しているうちはまだしも一旦巣が見つかるとその先には何もないあるのはそろばんで弾かれた退職金の金額と労働ができなくなった時の静かな退職後の老後の生活だけである。 このようなイメージは福祉国家の背後には常に横たわって人々の心を脅かしているスカンデナビア諸国においてもはや働く必要がなくなり老後の心配がなくなって社会からただ休めと命じられている退屈と絶望のあまり自殺する老人は異常に多くまた福祉国家として戦後一定の理想的水準に達したイギリスでは労働意欲が失われそれがさらには 産業の荒廃にまで結びついていてるしかし現代社会の方向には社会主義国家の理想か福祉国家の理想か二つに等つしかないのである。自由の果てには福祉国家のけん怠があり社会主義国家の果てには自由の抑圧があることは言うまでもない。人間は大きな社会的なビジョンを一方の心で持ちながらそしてその理想へ向かって 一一歩一歩進めななががら、ら同時ににに理想が達せられるるようになると、途端に退屈してしまう。他方では一人一人が潜在意識の中に深い盲目的な衝動を隠しているそれは未来に関わる社会的理想とは本質的に関わりのない現在の一瞬一瞬の性の矛盾に満ちたダイナミックな発想である青年においては特にこれが端的な先鋭的な形で現れるまたその盲目的な衝動が劇的に対立し 相争う形で現れる青年期は反抗の衝動と服従の衝動と同じように持っているこれは自由への衝動と死への衝動と言い換えてもよいその衝動の表れがいかに正直な形をとってもその実それは人間存在の基本的な矛盾の電子さによって起こる電流のごときものと考えてよい戦時中には死への衝動は100%解放されるが反抗の衝動と自由の衝動と生の衝動は 完全に抑圧されているそれとちょうど反対の現象が起きているのが戦後で反抗の衝動と自由の衝動と性の衝動は100%満足されながら服従の衝動と死の衝動は何ら満たされることがない。10年ほど前に私はある保守系の政治家と話した時に日本の戦後政治は経済的繁栄によって少なくとも青年の性の衝動を満足させたかもしれないが 死の衝動ににつついいては、ついに触れることなく終わった。しかし青年の中に置かせた死の衝動は何らかの形で暴発する危険にいつもさらされていると語ったことがある私は安保闘争もその極端な伝承の一つの現れだと思うのである安保闘争は実に政治的に複雑な事件であれに参加した青年たちは何か自分の身を呈するものを探して 参加したに過ぎず、必ずしもイデオロギーに支配されたりあるいは自分で安保条約の条文を精密に研究して行動したわけではなかった彼らは相反する自分の中の衝動犯行と死の衝動を同時に満たそうとしたのであるしかし安保騒動の雑誌の後に来たものは更に悪かった「自分が身を呈した政治的行動は一種のフィクションであり死は現実には来ず」。 そして政治的な結果は何ら満足すべきものでもなくあらゆる行動のエネルギーは無効であったということが確認されたのである再び現代日本において青年たちはお前たちがそのために死ぬという目標はないのだぞという宣告を受けたのだったトインビーが言っていることであるがキリスト教がローマで急に勢いを得たについてはある目標のために死ぬという衝動が 渇望されていたたからであったパックス・ロマーナの時代に全ヨーロッパ・アジアにまで及んだローマのハンズは永遠の太平を狂落していたしかしそこににじむ検体を免れたのはただ辺境守備兵のみであった辺境守備兵のみが何かそのために死ぬ目標を見み出していたのであるくれはしかし武士というところに前提を持っている武士とは死の職業であるどんな平和な時代になっても 死死死がが武武武士士士のの行動原理でであり、をを恐れ死を避けた時には、もはや武士ではもやななくなるのである。そこに山本城長がこれほどまでに死を行動原理のもとに持ってきた意味があるのだが現代では少なくとも平和憲法下の日本で死をそのまま商業の目標としている人たちはたとえ家隊員でも原理的にはありえないと考えている民主主義の時代は生き延びるのが前提である。 したがってこの書物を読んでいく時にはまず武士であるかないかという前提の違いが当然問題になるそしてその前提の違いを一度飛び越して読んでいけばそこにはあらゆる人生地や現代でも応用できるさまざまな人間関係に関する知恵が働いている一通りこの本の刺激的な強い情熱的な同時に非常に鋭く緻密で逆説的な爽やかな気述を身に浴びて通り抜ける時に また最後にぶつかるのは、その前提の違いである。覇学年の面白いところは、前提の違うものから出発して、内容に共感し、また最後に前提の違いへ来て、跳ね飛ばされるというところにあると言ってよい。だが、その前提の違いとは何であろうか。そこで我々は職業や階級的な差別や、一時代の一定の人間に与えられた条件ということを乗り越えて、我々の日々にも直面せざるを得ぬところの、 生死のの根本的な問題に引き戻されるるである現代社会では死はどういう意味を持っているかはいつも忘れられているいや忘れられているのではなくて直面することを避けられているライナ・マリア・リルケは人間の死が小さくなったということを言った人間の死はたかだか病室の硬いベッドの上の個々のすぐ処分されるべき小さな死にすぎなくなってしまった。 そして我々の周辺には日清戦争の死者を思わると言われる交通事故が絶えず起こっており人間の生命の儚いことは今も昔も少しも変わりはないただ我々は死を考えることが嫌なのである死から何か有効な成分を引き出してそれを自分に役立てようとすることが嫌なのである我々は明るい目標前向きの目標性の目標に対していつも目を向けていようとするそして 死が我々の生活を徐々に蝕んでいく力に対してはなるだけ触れいいい、いでいたいと思っているこのことは合理主義的尋問主義的思想がひたすら明るい自由と進歩へ人間の目を向けさせるという機能を営みながらかえって人間の死の問題を意識の表面から脱ぎ去りますます深く潜在意識の闇へ押し込めてそれによる抑圧から死の衝動をいよいよ危険な いいよいよ爆発力を内向させたものに課していく過程を示している死を意識の表へ連れ出すということこそ精神衛生の大切な要素だということが観客されているのであるしかし死だけは我が暮れの時代も現代も少しも変わりなく存在し我々を規制しているのであるその観点に立ってみれば我が暮れの言っている死は何も特別なものではない毎日死を心に当てることは 毎日、生を心に当てることといわば同じことだということをハークレは主張している我々は今日死ぬと思って仕事をする時にその仕事が急に生き生きとした光を放ち出すのを認めざるを得ない我々の生死の観点を戦後20年の太平の後でもう一度考え直してみる反省の機会をハークレは与えてくれるように思われるのである。 ではまた会う日までまた会える日まで。さようなら。